ダイエットとかですね、減量するときにどういったサプリメントを飲んでますかという、まあ、お問い合わせ質問も、よくいただきます。私がメインに使わせてもらうのは HCA という素材と、あとグラボノイドですね、このあたりは愛用しています。まあ、あとそこにカフェインかなんかも加わってくる感じですかね。で、僕なりのちょっとしたこだわりというかがあってですね、よくそのダイエット減量してるからそういうの飲んで頑張るぞというイメージになると思うんですけども、どちらかというと僕の場合はそのオフというか減量やダイエットをしてない時に使います。今なんかまさに減量なんか全然してませんからね、こういう時に使いますね。なぜかというと、もう極端に例えばその体脂肪が低い状態になってしまうとですね、まあこれ実際どんなその素材を飲んでももうあんまりそれは変わらないですよね。むしろこのオフで割とちょっと運動不足気味だったりとか、あんまり外で動けないとか、ジムが使えないとか、まあこういう時こそまあ少しこのダイエットの意識を持つといいのかなというふうに思うんですね。そういう状態の時に減量、ダイエット系のサプリメントを使うというのはとても相性がねいいというふうに思います。まあいろんな素材がありますのでね、それぞれの素材のこの役割みたいなのをちょっと勉強してですね選んでもらうといいのかなというところですけども、まあ、HCA、カフェイン、グラボノイド、まあこの辺は覚えておいていただいて、まあご参考にしていただければなというふうに思います。